少しいいだろうか。僕はみんなの期待を背負い、それに応えたい一心で焦りを募らせていた。だから隊長の主張する方法こそ全体を視野に入れた方法だと思っていた。しかし命の瀬戸際で記憶の中の人や出来事が蘇り、強烈な願望が湧き起こったんだ。これまで多くの人から恩恵を受けてきた過去を忘れることも、献身という使命を手放すこともできないと。先へ進むか、帰路に着くか、どちらにせよたどり着かなければならない場所がある。いつまでもここに立ち止まっていては、いずれ自分が自分でいられる意味を失ってしまう。そうだね。ナタの英雄は自らの命を落としてアビスと戦う意志を示してくれた。彼らの犠牲は次の世代へ送る祝福なんだ。だからこそこの全てに価値があるし、勝利につながってるんだと思う。うちはまだ負けを認めたくないよ。装置から得た力のおかげでしばらくは意識を保てるわ。準備を整えてここで待っているから。たとえあなたたちの試みが再び失敗したとしても、一人でも生きて私のところに戻ってきてくれれば、いつでも実行はできる。でも覚えておいて、人類は天上の神までもが刮目するほどの存在。私から見れば、あなたたち一人一人がまるで太陽のように眩しいの。君が皆を救いたいと強く願うのは、この土地の状況が人事だと思えないからだろう。君が救いたいのはこの土地と民、どちらだ？うん。お前の意見が聞きたいみたいだぞ。オロルンが英雄の記憶を受け継いだ今、残るはあと一人となった。もう少し待ってみてもいいだろう。お前の計画が成功するならば、それに越したことはない。それまでの間、俺と俺の率いるファディも協力しよう。感謝する。
これほど影響力のある執行官にご協力いただけるとは、実に心強い。命に対しての君と私の考えが重なることは、おそらく永遠にないだろう。しかし、少なくとも今は肩を並べて戦える。外じゃまだ戦ってるはずだから、早く止めに行かないと。おう、そうだったな。早く状況を説明してやらないと。あ、そっか。外のことは僕たちに任せてくれ。後で競技場で落ち合おう。